がトレードマークチャンピオン勅使河原弘明、左がチャレンジャーランキング7位のジェイソン・カノイです。勅使河原にとっては和島浩一スポーツジムできて以来の初めてのベルト、そして初防衛戦です。リングサイドには和島浩一会長もいます。試合開始のゴングが鳴りました。 WBO アジアパシフィックバンタム級タイトルマッチ12回戦です。赤いグローブ、銀髪がトレードマーク、チャンピオンの勅使河原弘明、右のオーソドックススタイルです。今左のジャブを放っていきました。対する同じく右のオーソドックススタイル、青いグローブがチャレンジャーランキング7位のジェイソン・カノイです。解説は具志堅用高さんと川島博さんです。お二方どうぞよろしくお願いします。よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。具志堅さん、はい、輪島ジム初めてのベルト、そして勅使河原初防衛戦です。はい、前回輪島浩司さん喜んでいましたね。そうでした ね今回の試合で勝ってこそ、防衛してこそ初めてチャンピオンなんだと輪島浩一会長は試合前に話をしていました。川島さん、やはりベルトを取るよりもこう守る方が難しいという話も聞いたりもしますけれども、初防衛戦の難しさはどういうところにありますか。はい、まあ、本当はですね、守る気持ちになるんですね。本当は、まあ、世界行くまでにこう、前進前進なんですけど、そこで一度その守るという気持ちになってしまうと、はい、また違ったプレッシャーが出てくるんですね。あ、なるほど。ただし今回はこの世界に行くためのこのタイトルですから、はい、あんまり関係ないんじゃないかなと。とりあえずその与えられた試合を勝つということがやっぱり一番大事なんじゃないかなと思いますね。実際に勅使河原も挨拶回り以外はジムにその WBO の赤いベルトを置いてきたそうです。自分の目には入らないところに、その理由は世界に行くためのステップだから、そのように話していました。左のジャブです。ガードをそれほど上げないスタイルは、右を出してきた。ジェイソン・カノイ、フィリピンのフライ級、スーパーフライ級、バンタム級3階級を制覇している選手です。具志堅さん、はい、まず試合開始2分が経過するところですが、両選手のこう立ち上がりいかがですか。両者とも最高 のコンディションでいると思いますね。はい、はい、やっぱり、お、右のセンター、チャンピオンの性格から見たらもう攻めるボクシングですよね。はい、それはもう作戦通りですね。はい、スピードのあるジャブから一気に右を出してきた。このカノイの右のオーバーハンド、川島さん、このフィリピン人独特の、なんて言いますか、振り回してくるような形。はい、はい、また大きく打つんですけど、パンチも伸びてきますので。ああ、なるほど。はい、まあ、もちろん勅使河原はジャブを当てるのが非常にうまい選手ですね。右だ。はい、これやっぱり相手も研究してて、このジャブに対して右を合わせてきますよね。はい、なるほど。ああ、ちょっと効いてるな。ああ、そうですか。あ、効いてます、効いてます。カノイが右が効いている。ああ、効いてる。右を返していきますか。おっと、足が効いてますよ。スリップです。第1ラウンドからカノイが右をもらった勅使河原、ダメージがあるか。やっぱりノーガードですから、ちょっとリスクはありますよね。はい、このジャブの引き際に右をもらったんですね、先に。なるほど。左のジャブを出したときに右のパンチをこれですね。はい、このためには、はい、ちょっと足痙攣しますよね。あ、そうですか。はい、勅使河原の足に注目しましょう。残り10秒の表示器が鳴りました。右を返していきます。うん、ちょっとね、チャンピオンに食らいついていったチャレンジャーのジェイソン・カノイがいい立ち上がりを見せました。選手の経歴、戦歴をご紹介いたします。赤コーナー、勅使河原、両選手の戦績をご紹介します。輪島浩一スポーツジムの勅使河原弘明、チャンピオンです。プロ19戦15勝2敗2分け、 WBO 世界バンタム級10位、それから OPBF 東洋太平洋のバンタム級5位にも位置しています。青コーナー、ジェイソン・カノイ、フィリピン出身、1990年5月生まれ。対するチャレンジャー、青コーナー、ジェイソン・カノイ、フィリピンのセブ島出身です。 WBO アジアパシフィックバンタム級7位、元 IBF 世界バンタム級10位に位置した選手です。さて川島さん、第1ラウンド、このカノイの右が伸びてきました。はい、ジャブの打ち終わりにその右のあたりですよね。はい、一番効くんですよ、これが。具志堅さんはどうご覧になりましたか。いやいや、この勅使河原の、はい、左のガードちょっと危ないな。相手の右がやっぱり入りますね。はい、もっとガード上げた方がいいと思うんですけど、まあ、スタイルだからね。そうですね。はい、第2ラウンドが始まりました。まあ、体小さいですからね、はい、パンチが飛んでなかないのかなと思ったら、結構伸びてくる、その手も長いですし、はい、パンチを打ってきますので、打ち割りを気をつけてほしいですね。この左のジャブも当たります。カノイは腕のリーチの長さがあります。身長でいうと9センチ勅使河原の方が手元のデータでは高いというデータです。左のジャブです。ただ輪島会長からガードは上げるなという練習の時からの指示です。
ノーガードのことが、ね、いい方向に出てくればあの、はい、いい勝ち方ができるんですね、まあ、ガードを上げてもダメージをもらうときはもらってしまうので、うん、攻撃を出しやすいようにということでガードを下げろということなんですが、うんまあ、パンチは出しやすいですね、スムーズに出ると思うんです、はい、そして、まあ、ステップでパンチを避けていけということなんですが、なかなか第1ラウンドはそれができなかったという勅使川原です。左を出します、まあ、この彼女は今までの相手よりもやっぱ冷静ですね、はい、なるほど、はい、冷静にじっくり相手を見てですね、はい、ボクシングしてますね。プロ戦績も非常にあります。ここまで36戦戦っています。まあ、世界主要4団体ではありませんが WBF 世界ボクシング連盟の世界タイトルマッチ経験もあるという大舞台の経験が非常に豊富な選手です。右のボディストレート、両者ともに少し見合う第2ラウンドです。清野さん、はい、手近な陣営はやはりだいぶ相手の右警戒しているようですね。なるほど。アドバイスとしてはジャブの打ち終わりはしっかり、あとしっかりあの頭を振ろう、そんなアドバイスです。チャンピオンサイドは田淵優勝アナウンサーです。まあ、頭を振っていこうと、やはり陣営も福士健さん、右は気をつけろということですね、はい、そうですね、あの1ラウンドにやっぱり右もらいましたからね、はいはい、その辺やっぱり警戒していると思いますね。前回の試合はサウスポーのフィリピン人相手に10ラウンドテクニカルノックアウト勝ちを収めました。人生初のサウスポースタイルに苦戦した、今回はオーソドックススタイル同士なのでやりやすいのではないか、そう話していた勅使川原です。距離を見合います。右が伸びてくる、まあ、1ラウンドいいパンチもらったことによって、まあ、勅使川原いい意味で警戒はしてますよね。なるほど。ジャブの打ち終わりとかね、はい、そのあたりはいい意味で冷静になれたということでしょうか、はい、まあ、良い方向に取ってほしいですね、本人もね。なるほど。注意しなきゃということを気持ちを持ってやってほしいですね。右ストレート、勅使川原の右、第2ラウンド残り30秒、一気に仕掛けていく、ニュートラルコーナーに追い込んだ、残り10秒の表紙になります。リング中央、第2ラウンド終盤に右ストレートが炸裂したチャンピオン勅使川原です。黙れ虫けれども、まずいことになったわ、生水感が粉々になっちゃうんです。超ぶつけてやる、クラゲ姫2月12日月曜夜9時、ファイナルカット火曜夜9時。調べよう、早川圭介を。サムサム、新たに360度ビューモニターを備えたアクセラなら運転席からは見えにくい左右の視界をカメラで確認、 T 字路や路地裏の交差点での危険を事前に知ることができます。駐車の時にも走る喜びのために確かな安心を。マスター、泡立ての摩擦が髪のダメージに、クリームで洗う新発想、ロレアルパリノーシャンプー、至福のオールインワンプレミアムオイル配合で見違えるほどまとまる髪へ、ロレアルパリノーシャンプー。炎天色は、炎天色は使いやすさナンバーワン、使いやすさナンバーワン、転職サイトは炎転職。時間がジョージアヨーロピアンに磨きをかける。3倍熟成させたヴィンテージ豆の力強いコクがほのかな甘みとともに香り立つ。この香りをあなたに、ヴィンテージブレンドデカフェブラック新登場。意のままに路面を感じ取ることができれば、車はもっと自由になる。スーパーオールホイールコントロール、初めての道を行け、三菱エクリプスクロス。フェレロロシェを作るときに一番大切にしていること、それは完璧の追求、厳選された素材、真似のできない味、ゴールドの輝き。フェレロロシェ、愛しい人のように大切なもの。吉村君、今の時代は3つのリスクに備えるのが大事らしいよ。3つですか。あなた、ナオミ、お弁当忘れてたわよ。ああ、ごめんごめん。見事な三色弁当ですね。ちょうどいいや、これで説明するとね、今の時代、病気や死亡だけでなく働けなくなるリスクに備える保険も必要です。それが給与サポート保険アンフランク。そういう時代なんですね。ラブラブな奥さんのためにも備えなきゃね。いや、第2ラウンド
川島さん、右ストレートカノイの顔面を捉えました。はい、あのタイミングは非常に良かったと思いますね。はい、まあ、あの注意をしながら結構最後攻撃に結びつけましたよね。はい、相手の右をしっかりといい意味で警戒をしながらというところですね。はい、リングサイドには和島光一会長が今声をかけているところです。その手前にいるのが光一会長の長男和島博一トレーナーです。和島ジムに初めてベルトをもたらした勅使河原、和島光一の化身、魂が宿るボクサーです。二人三脚で歩んできたここまでの道のりです。第3ラウンドが始まりました。 WBO アジアパシフィックバンタム級タイトルマッチ12回戦です。序盤の3ラウンド以内に KO 勝ちが多いというのがチャレンジャーのジェイソン・カノイです。19のノックアウトのうち12のノックアウトを序盤3ラウンドで奪っています。さあ、川島さん、はい、この序盤まず3ラウンドですけれども、チャレンジャーが思ったよりパンチ伸ばしてきている印象もありますが、まあ、特にあのそのジャブの打ち割りを狙ってきているような1ラウンド2ラウンドはちょっと見せましたよね。そういう気がしですね。対する、ああ一発強化していきました。具志堅さん、はい、勅使河原チャンピオンは冷静に戦えていますか？そうです、あの2ラウンド目にあの左をうまく使ってますね、ジャブね、はい、それすごくいいと思いますね。左を伸ばしてきた、はい、チャレンジャー、そして左のジャブをチャンピオンも出してきます。これあの左を使うほど右ストレートがやっぱりいきます。あ、右ストレート、具志堅さんまさにおっしゃる通りですね、はい、やっぱり左使わないと右出せないですからね。ジャブが出ているからこそ右が出ると、はい、もうどんどんですね、どんどん使った方がいいですね、これ、はい、今一発バチンという大きな音を出して右ストレートを放っていったチャンピオンの勅使河原、今日が初防衛戦です。 WBO アジアパシフィックのチャンピオンであり世界ランクも10位にランクインしています。世界チャンピオンになるまでは僕はチャンピオンではないんです、本当の意味ではチャンピオンではないんです、そう語るチャンピオンの勅使河原、右ストレート、川島さん、だいぶ勅使河原リズムが出てきましたか？パンチを当てることによってリズムって戻ってきますので、どんどんこれであのタイミングのいいパンチを当ててほしいですよね。ただやっぱり大事なことは警戒をするということです。はい、はい、右のオーバーハンドに威力があります。木村さん、はい、まさに今川島さんがですね、警戒することというふうに話をしてくれましたけれども、あのチャレンジャーサイドカノイはですね、やはり1ラウンド目の手応えがあったように右ストレートを狙ってますね。あ、なるほど、右ストレートを放っていきたい。チャレンジャーサイドは鈴木芳彦アナウンサーです。まあ、チャレンジャーサイドとしても右を狙っていきたいと、こういう指示が出ているようです。この右です。川島さん、このカノイの右に対しては勅使河原もしっかりステップでかわせていますね。あの1ラウンドもらったことによって警戒してますよね、はい、うまく避けてますよ。このガードをダランとした姿からリズムよくパンチを放っていきます。和島光一会長からはお尻を振ってリズムを取っていこうと、これが今までずっと教えられてきていることです。この独特のリズムからジャブを出していきます。狙っている、リング中央、フィリピン国内3階級制覇の実力者ジェイソン・カノイ、この相手は今まで一度もノックアウトをされたことがありません。 KO 負けがない相手を KO で沈めたい、そう話していたチャンピオン勅使河原。右ボディ振り回してきます、チャレンジャー、左フック、距離が近づいた、左を出していく、やや静かな第3ラウンドになりました。お客様に改めて第3ラウンドスローでご覧いただいています。ワン、ツーです。具志堅さん、リズムが出ると左が出ると右が出るという話ですね。あのいい右ストレートを打ってますね、この左がやっぱりよく入って右ストレート、ラウンド4、第4ラウンドが始まりました。チャンピオン勅使河原の序盤ですけれども、川島さん、はい、まずは3ラウンド経過してどのように振り返りますか？やっぱりこの右が怖いなという印象を受けてます、はい、で、この前のラウンドぐらいからリズムを取り戻してきたなと、フォア右ストレートという印象ですね、はい、リズムを少しずつ取り戻している、はい、今も一発右いいパンチを出していきました。プレスをかけてきます、チャレンジャーのジェイソン・カノイ。いや、コーナーもずっと見てたんですけど非常に冷静なんですよね、はい、カノイはですね、少しこう不気味な雰囲気を醸し出しています、
ここまで KO 負けは一度もありません。フィリピンではディリンジャーというふうに呼ばれているそうです。さまざまなタイトルをこれまで8度経験してきて、全てタイトルを奪ってくる。アメリカの銀行強盗になぞらえてディリンジャーと呼ばれている。振り回してきます、ちょっと出てきましたね、はい、この振り回してくる相手に対しては具志堅さん、勅使川原はどう対応すればいいんでしょう。いや、やはりあの頭を振ってですね、はい、パンチをやっぱり避けないといけないんですよね、はい、やっぱりガードをブロックするのもいいんですけどね、はい、頭を振るということが大事ですね。ステップを刻んで頭を揺らして、はい、まあ、リズムが強い左です。うわ、右を振り回してくるジェイソン・カロイ、フィリピン3階級チャンピオン。難敵を相手に初防衛戦やや苦戦を強いられているか、チャンピオンの勅使川原、パワーで持っていった右ストレートを、まあ、こう打ち切りでどんどん来てますので、はい、結構ノーガードの部分があるんですよね、はい、そこにあのカウント合わせると結構チャンスが来ますよ、打ってきたのノーガードの右だ、カウンターの右、タイムリーでいったニトラルコーナー、フリーチバーク、さあ近い距離です、離れ際振り回してくる皆さん、はい、チャレンジャーサイドはですね、どんどん右に指示してますね、さらにプレッシャーをかけていこうという人、いやー、川島さん来ますね、はい、来ましたね、いきなり、いやー、カロイが前に来ます、石井さん、やはりチャレンジャーはこういう形で気持ちを出してくるということですね、そうですね、このラウンド、出ましたね、はい、出ましたね、左を返していきます、フィギュアッパー、ボディですよ、石川さん、ボディ、ボディが効いている、ボディいいですよ、ジャブを刺していく、ボディいいんじゃないですかね、この試合のために特訓をしてきた和島弘和トレーナー、和島浩一会長の長男の弘和トレーナーで特訓をしてきました、ちょっと嫌がってますね、ボディは、あ、カノイが嫌がってました、はい、あ、右の左にフックを決まっていった、勅使川原のフック、第4ラウンドはチャンピオンがその力を見せ始めました。自分の力を過信するな、調べよう、早川形成ファイナルカット、隣の家族は青く見える、木曜夜10時、猫をくるるくる、猫ニードルフェルトで猫集め増刊、動画とマガジンを見ながら作って飾って、猫増刊号は299円、書店で。時間がジョージアヨーロピアンに磨きをかける、3倍熟成させたヴィンテージ豆の力強いコクがほのかな甘みとともに香り立つ、この香りをあなたにヴィンテージブレンドデカフェブラック新登場。はい、ちょっとアプリはタンガー、はい、アプリはタンガー、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 リクルドトイエル、スーッと眠って朝までぐっすり、そんな眠りが理想ですよね。トリエルは自然に近い眠りをサポート。いい目覚めはいい眠りから。トリエル。一回だけじゃちょっとしかわからない。だからイーオンは実際のレッスンを1234567890、実回もお試し。しっかり試せるって安心ですね。イーオンのお試しレッスン。お申し込みは15日まで。できないでしょ。リプトンは太陽の恵みいっぱいの茶葉からできています。それが豊かな味わいと香りの秘密。ほら、自然といいこと見えてくる。ドラクエ8コラボ開催、友人装備いよいよ登場。謎の道化しノルマゲスを倒せ、星のドラゴンクエスト、今なら3000ジェムもらえる。意のままに路面を感じ取ることができれば、車はもっと自由になる。スーパーオールホイールコントロール、初めての道を行け、三菱エクリプスクロス。青木の就活、これで行こう。就活生青木究極の就活スーツ、クーポンでメンズ半額、レディース 20% オフ、セットもお得。焦ってるぞー。
カノイの右アッパーです。チャレンジャーが川島さん第4ラウンド前に出てきましたけれどもね、攻撃ですね。それに対して勅使河原もボディが良かったですよね。有効に効いていきました。連打を出していきます。チャンピオンになって初めての今日の試合、世界に向けて内容が問われる、そう話していた勅使河原です。ラウンド5、WBO アジアパシフィックバンタム級タイトルマッチ12回戦は第5ラウンドを迎えました。チャレンジャーのカノイが4ラウンド、そしてその5ラウンドも前に出てきます。川島さん、距離は近くなってきましたか。まあ、あの距離をできるだけ近く戦わないようにジャブついてますよね、はい、川選手は。カノイは中に入りたいです。中に入りたいカノイと自分の手で戦うチャンピオン、
左ジャブが手で通そう、右ストレートができると試合前から話していた柴田です。最後は高い左ジャブを表してね、最後は左ジャブあまり転ばないと思うんですよね。チャンピオンになってよりより課題が出てきた話をした柴田、これまで以上に走り走りをしなければならない、3回勝負チャンピオンの本田さんにアドバイスされたそうです。ピッコリと見せてきました。もっと楽が見せてくれる先はおっと先がきです。上に行かなかなければならない、そう話した市川、この難敵を前にどんな大きな試合が描いているでしょうか。引っかけたりしていきます。そしては序盤からチャンスをかけて、この辺りで絡まった、もう一度追加が落ちてして作戦を受けたいと思います。まあまあ、それほどは強引にはいけないですね。はい、まあ、相手に調子を止めてほしいですね。なるほど、今一番違うのが今は影響が出てる、はい、はい、設定もありますね。その付け付け可能なチャレンジャーが実力を見せているということですね。キュアスナーさんのチャレンジャーですが、はい、もっと中心を増やしていこう、上下しわしわとなったり、あと距離が立ち上がりに上がらないので、南右ストレートからの最初のクードリックというのをまた確かめてやっていこうとしました。日本立ち上がりはリレーションを増やしていきたいという西川原ジャンパイサイドです。第6ラウンドリーピープをしています。左のジャブチャレンジャーが前に相手圧力をかけています。西川原のギリギリボーダーからビッグです全然ないじゃん。あった
本物のいつも新しい情報が手に入る。アカウントメールでは毎検索で情報が上がる。第9ラウンドのプロが鳴りました。 WR アジアパスパッカータイトルマッチ残り3つのラウンドです。残り9分という第9ラウンドの開始、まずは15秒、リスピードよく時によくパッチを出していくのはチャップの内側です。中盤からも何かけているキロパスでした。2つを当ててきたキラキラをさらに当ててきたのはさらにジャージャーキロポジションが多いです。ラッカーのサラサラI'm gonna go get it.
お兄ちゃんちゃんと認めてもらいましょうと、そう話していただきます。キャン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 I'm going to go to the hospital.
さあ、ジャッジしましょう。接戦になります。